汚れはライブの汗汚れ。超ヒートアップするライブ会場でも、ファンの皆さんにはこんな悩みがあるそうで。周りからライブ後に、ちょっとなんかお前なんか冬眠明けのクマみたいに匂ってるなって結構ちょっと言われるんで。匂いはね、いいんだけど黄ばみがね、わかる。襟元とか結構やばいよ。こう黒くなったりね、うん、そうだよね。どうしてもお母さん撮ってくれないし。これ大事な T シャツなんで、黄ばんだりしたるとちょっと本当に嫌なんで、ちゃんと洗濯したいなって思います。というわけで、ここで汚れからの挑戦状。挑戦、大切なライブ T シャツを臭くするびっしょり汗、皮脂汚れは落とせるか。受けてます。スーパーナノックス対ライブの汗汚れ、決戦の幕は切って落とされた。本当に落ちるのかなってのが、普段あんま匂いとかちょっとあんま落ちない時もあるから、うん、乾いたあれみたいな、あれ洗ったよなみたいな時もあるから、ほっといたらすっごいシミにもなるし、シミは困る。これね、モグ書いたんだよ。わかるよ、うん、だからこれをやっぱ綺麗に使って、うん、いい匂いがして騒いでほしい。いつもね、一生懸命結構洗濯してんだよ。でも臭いよね。早速、洗っても洗っても匂いが取れない迷惑な T シャツを洗濯機に入れ、スーパーナノックスを投入。綺麗になって。スタートボタンをポチッとな。ゴーゴージャバーン。ちゃんと見て。どう？汚れは落ちているのか？果たして。ちょっと待って。え、あれすごくいい匂い。また。じゃあここ行って、ここはダメだよ。ちょっと落ちないところ。あ、獣臭くない。あ、やったぜ。というわけで、スーパーナノックスの大勝利。どんだけ。繊維一本一本から徹底クレンジング。諦め汚れにお悩みの皆さん、一度試してみてちょ。